はい、皆さんこんにちは。フラワーティーソシンです。今回はキングプロテアを使ったアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います。前回バンクシャーを紹介しましたね。まああれと同じワイルドフラワー系のお花ですね。まあ、ただね、バンクシャーよりもはるかにこう大きいので、ちょっと見応えがあると思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では今回はこちらの器にアレンジをしていきたいと思います。では行ってみましょう。どうぞ。はい、まずもうしょっぱなにいっちゃいます。このキングプロテアを入れていきましょう。まあ今回こう曲がりがあるんですよ、こいつ。なのでこれをどう生かすかですよね。もうここです。ここが問題です。まあ一番いい向きを持ってきますか。で、まあ、こういう大きい花の場合はフォームにしっかり止めなきゃいけないんですね。なので皆さんこのまんまブスッといっちゃう人多いんですけど、これは絶対止まらないんで、必ずこのようにこれハサミだとなかなかできないんで、ナイフで削って平たくして刺した方がいいですね。はい、次にこのストレッチャーの葉っぱを入れていきます。で、1枚はこう丸めてホチキスで留めていきましょう。まあ、ストレッチャーは弾力がね、玉切れか、弾力が強いんでしっかり留めておきましょうね。で、ここでもう一つのプロテア、このクイーンプロテアを入れていきます。もう一個入れます。ここでこのドラセナのレッドを入れていきましょう。これはいつも言うように1枚切れそうなのを長く伸ばしておいた後はパーツにします。で、パーツにした方はこのように丸めてホチキスで留めて刺します。そして長く伸ばしたドラスナで少しこう変化をどこかにつけましょう。そしたらこの紫色のトルコキョウでちょっとアレンジのアクセントを入れます。そしたら今度このちょっと服飾のねカーネーションでさらにアクセントをつけます。見とるほどもう少しアクセントを入れますね。はい、そして最後にこちらのこのアクメを入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。どうぞ。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こうワイルドフラワーって言われるお花なんで、ちょっとねやっぱこうアレンジメントも個性的なアレンジメントになっていきます。それでこれ個性的にしていかないとこの良さっていうのはやっぱり出てこないんですね。なのでちょっとこう可愛い系のドーム状のアレンジなんかと同じような配置で使ってしまうとすごくもったいないことになってしまいます。N フラワーのねこう本部講習会ではこういう変わった花材もたくさんこう取り入れていきます。やっぱりこう使ったことある花材とない花材では、その捉え方が全然違くなってきますので、是非ね一度はこう触ってアレンジをしてみるといいんですね。なのでもしねそういう機会に恵まれないっていう方いらっしゃいましたら、特に N フラワーの会員さんはこの本部講習会はご参加できますので、是非ね参加してみてください。あとこの本部でも体験レッスンとか通常講習をもうやってますので、そういう方もどしどしお気軽に、お問い合わせください。問い合わせ先はこちらですね。こちらにお問い合わせをください。ではまた次回素敵なアレンジメントを皆様に紹介したいと思います。またお会いしましょう。See you next time.